どうも皆さんこんにちは、 GMT マスターマンです。こっちは金目ですね。はい、本日はねちょっとね海の方に来ております。まあ興奮のね、GMT マスター購入、そしてライブ皆さんへのお披露目からちょっとまあ一段落つきまして、まあちょっとね落ち着いたところで、まあこの GMT マスター買うにあたって、まあゼロからロレックスマラソン、まあ何が大切なのかっていうのをちょっとこの海見てね、黄昏ながらちょっとね話していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。夢のロレックスが買えてね、まあ、ちょっと一段落してるところでありますよ。いや本当に最高ですよね。はい、そして僕は今後どうすべきなのか、それを知るために海に来ました。金目です。 GMT マスターステンレスです。はい、ということでね、ちょっとね黄昏ながら話していくんですけれども、まあ私はね、ゼロからねロレックスマラソン始めた時ね、何も分かりませんでした。まあいろんな方にもねいろんなことを教えてもらったんですけれども、まあこれはまあ転売屋さんもね量産する動画ではないということはね、覚えておいてください。まあ私はね金持ちでもないし、強烈なコネで、買ってたわけでもありません。ロレックスマラソンしてきてね、まあ、ちょっと今思うのはやはりね外商さんとかコネがあるっていうのはもうめちゃくちゃ最強だなと、まあ、これは、まあ、やはり初めはでもこれもわからなかったもんな、うん、それが最強だというのはあるんですけれども、でも外商さんとかでもないね私が買えたのは、まあ、やはり店員さんにね信頼していただいたのかなというふうにね思っておりますね。特定に、まあ、あんまりつながるんで深くは言えないんですけれども、まあ、何度かお話しした中で、絶対ね転売ヤーでないというのが伝わったんだと思います。まあ、私はね24時間365日ロレックス購入のことを考えてこの数年ね、生きてきました。まあ、YouTube のネタ集めでねいろんな情報に触れてまた教えていただいて、最近よく言われるのはめちゃめちゃ音系詳しいですねということで、言っていただきます。まあ、いつの間にかね、ロレックスゼロの私は変態なまでの領域に、達しているというね、気がしてますね。毎回私のね話はマニアックすぎなのか、店員さんが店員さん呼んで私の質問を他の店員さんに聞くみたいなことはねよく起きてます。これについては本当にすみません。ただ日本のトップロレックスの方にねライブでゴリゴリ教えていただいている結果だとね思っています。まあ、転売ヤーが絶対吐かない言葉をね吐いているんじゃないかなと。まあその、吐く言葉プラスやはりね結構ある程度の期間っていうのはちょっと大切なのかなっていう気もしてますね。まあ、稀に一撃で、買える方もいるんですけれども、まあそれはあくまで外れ値だと、僕は思います。まあ、サッカーでいうところのメッシ、メッシを真似しても意味ないんですよね。自分が行けそうなところ、そういう人たちを真似しないとね。まあ、これはね何もね訪問の回数がめちゃくちゃ多ければいいっていう話ではないような気がしてます。まあ、本気で欲しい気持ちと情熱、それを継続させていけるときにロレックスマラソンを楽しんで継続すること、これがね、大切なんじゃないかなと思ってますね。物事はね才能あっても、まあ、楽しんでやってるやつには勝てないと、そう思います。まあ、私はねはっきり言ってね塩対応とかでね、店員さんにブチ切れるやつの心理がね理解できませんね。もうそういう、ロレックスマラソンというプレイだと思ってやらないと、割り切ってやらないと、まあ、継続できませんし、やっぱりその継続することっていうことはね、めちゃめちゃ大切だと思います。まあ、やっぱりね毎日ロレックスマラソンしててね全然面白くないこととかね、なんか時間の無駄だとか、まあ、そういうふうに感じる方もね、いると思うんですけれども、まあ、私もね初めそうだったんですけども、まあ、これをね何らかこうプラスに変えれないかということでね、これ気づいたら私いつの間にかね、ムケオさんになっていたということであります。やっぱり時間もねやっぱめちゃめちゃ使ってしまいますしね、まあ、そこでどういうふうにこうプラスに変えていくのか、まあ、私はプラスすぎてやばいんですけども、まあ、私は YouTube を始めたということですね。まあ、私はその中でねこう爆速にこう進化できたようにね思います。まあ、私は特殊ですけれども、まあ、皆さんもね何らかの形でロレックスマラソンを継続できる楽しみをね、見つけていくっていうのは、
またまあ大切かなと思いますね。もしね私でよければね、皆さん、YouTube でロレックス好きの輪を広げていきましょう。やはり、皆さんのね、購入情報っていうのは私もめちゃめちゃ嬉しいですし、まあ、そのどういうふうに買えたとかっていうような購入エピソードとかも聞いててめちゃめちゃね興奮するんですよね。まあ、そういうのを皆さんで共有できればいいなと思います。もう質のいい人しか集めないと、私は今思ってますからね。もしよければね皆さんねチャンネル登録よろしくお願いします。最近ちょっとね YouTube 見て思った話があるんですけれども、ある大物 YouTuber がねなんかもっと早くやっておけばよかったこととしてなんかワインの勉強って言ってたんですけれども、まあそしてなぜかというとなんか理由はねなんかものすごい人に出会える機会が増えるということで言われてたんですけども、私そこで思ったのがロレックスでよくねって思いましたね。今私はここまでロレックスマラソンしてきても絶対に会えるはずのないような人たちに出会えております。そのロレックスマラソンという時間が意味のないものなのか、それか毎日塩対応されるということが結局最終的に何らかの意味にしていくのかっていうのは皆さん次第だと思います。まあ、その中で人脈、知識、信頼とつながり、夢のロレックスをご提案してもらったと、まあ、私はねその中でね人脈、知識、信頼とつながり、そういうのをめちゃめちゃ広げていった結果夢のロレックスをね紹介していただいたと思っております。まあ、この本当に出てきた時の感じっていうのはマジで喜びはね計り知れなかったですね。まあ、本当全てが報われる瞬間っていうのがあそこにあったのかなと思います。まあ、決して金目当てのね転売ヤーがいけない領域に達すると、まあ今回ねちょっとね抽象的ですがなんかこの辺が大切なのかなと思いますね。私も今回で買える側の人間になったんじゃないかなってねちょっと思ってますね。皆さんのロレックス購入私もなんか手伝えることあったらライブとかやってますので、まあ最近はねなんとなくなんか転売ヤーが買えるような仕組みもねなんとなく分かってきました。まあ、この辺はちょっとねこの辺のからくりはちょっともうちょっとね調査していきたいなとも思っておりますね。本当に欲しい方が買えるように私も願っております。いやちょっとね海に来てちょっとダラダラと喋ったんですけれども、ちょっと今はね今後の方向性マジで決めていかないといけないなというところでね、まあ、焦っても仕方はないので、まあ、ゆっくりちょっと考えてこう GMT マスターとね話していきたいなとも思っております。ちょっと今後の方向性はね、まあ、ちょっといろんなところでどんどん話していきますんで、皆さんもしよければチャンネル登録いいねよろしくお願いします。でもやっぱ面白いことはやっぱしたいですよね。はい、まあ、僕も皆さんもワクワクするようなことはちょっとやってみたいなと思います。やっぱ海はいいですね。はい、皆さんもちょっとね最高のロレックス買いましょう。まあ、ちょっと買って、まあ、何が大切だったかなと、ゼロから買ってみて何が大切だったかなってちょっと話してみました。皆さんもしよければいいねメンバーシップもやってます。チャンネル登録もよろしくお願いします。そんな感じです。ではまた。